ついに F3 戦闘機開発の肝となるジェットエンジンが来年にも実証実験開始となります。今回はこの時期 XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。来年はまたいろんな展開が見れるのか、タイナカ製作は急務となります。2021年12月22日、イギリスのロールス・ロイスが、航空自衛隊の次期戦闘機とイギリス・イタリア・スウェーデンが共同開発を進めているテンペストのエンジン開発について、その実証機を共同開発することを、日本の防衛省による公表を受けて発表した。ロールス・ロイスが発表した文中には、このエンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に重要な一歩を示したもので、このことによって将来または両国において多数の雇用を発生させる可能性があるとして、日本とイギリスそれぞれにメリットがある点を強調している。ロールス・ロイスはこのエンジン実証機の共同開発を2022年4月から開始するとして、イギリス政府が計画から設計などに対し3000万ポンド約45億円を初期投資すると説明した上で、実証機の製作に2億ポンド約304億円を拠出する計画であることも明らかにした。一方、日本政府は2022年度予算案に次期戦闘機開発費として858億円を計上しており、次期戦闘機開発がいよいよ本格始動するものとみられている。また、岸信夫防衛相は22日にイギリス政府で軍事装備品の調達担当であるクイーン国防担当閣外相と防衛省内で会談を行い、次期戦闘機のエンジン開発協力を加速させることを確認していた。ロールス・ロイスの防衛部門事業開発フューチャープログラム担当エグゼクティブバイスプレジデントのアレクサンダー・ジノ氏は、ロールス・ロイスと IHI による共同開発チームは、イギリスと日本両国が計画する次期戦闘機における要件を満たすために、互いの技術を補完し合いながらより、クリーンで推進力のある次世代エンジンの開発を促進するとした上で、この共同開発による実証プログラムは、世界最高峰の戦闘能力を持つ航空機を生み出し、将来の宇宙航空産業を支える画期的かつ重要な技術開発につながるであろうとの抱負を述べている。また、イギリスのベン・ボレス国防相もコメントを発しており、インド太平洋地域における、イギリスとアジアで最も重要な安全保障パートナーである日本とのパートナーシップの強化は、戦略上重要で優先されるべき事項であるとして、両国の技術及び産業面での強みを共有してさらなら、幅広い協力関係を探っていくものであるとしてより、一層、日本とイギリスの防衛協力が深まることを示唆している。イギリスが主体となって、イタリアとスウェーデンとの共同開発を進めているテンペストは、現役のユーロファイタータイフーンの後継機として計画され、BAE システムズを主管企業として、イギリスの防衛関連会社のロールス・ロイス、MBDA、UK、レオナルド UK と、イタリアの防衛産業を担う、レオナルド・イタリー、エレクトロニカ、アビア、エアロ、MBDA イタリーの4社が、テンペストプログラムのパートナーとなって、開発を進めていた。開発を担当するチームテンペストは、2020年に、英空軍緊急能力局、BAE システムズ、ロールス・ロイス、MBDA、イタリアのレオナルドで組織され、今後、イギリスのセキュアクラウドが加わる予定とされている。航空自衛隊の次期戦闘機は、2035年に、退役が始まる現有の F2 戦闘機の後継として、2010年頃から、技術研究が動き出し、防衛省による将来の戦闘機に関する研究ビジョンが公表された。
この頃、I-3 ファイターと呼ばれていた次期戦闘機のコンセプトには、クラウドシューティングの実現、次世代ハイパワーレーダーの搭載、敵を凌駕するステルス性能、次世代ハイパワースリムエンジンの開発、電子戦に、強いフライバイライト技術の確立などが挙げられ、このコンセプトを、元として、技術研究が進められることになった。その後は、三菱重工業が主幹となって、高運動時のステルスの実証機として開発した X2 先進技術実証機、新進の飛行成功を経て、設計概念を表現したデジタルモックアップの製作と検証など、様々な研究を積み重ねて、2018年、平成31年に、31中期防衛力整備計画において、国内主導での開発が決定され、2020年に三菱重工業を開発主体として IHI、川崎重工業、スバル、三菱電機、東芝、富士通、NEC の7社が開発に参画している。2020年12月には防衛省が三菱重工業の技術開発を支援するための海外企業としてこれまでの相互運用性などを考慮に入れてアメリカのロッキード・マーティンをパートナーとして選んでいる。また、この次期戦闘機に、搭載予定のエンジンは IHI が担当しており、プロトタイプエンジンとして製作された XF9 は2018年6月に、防衛装備庁に納入され、2020年7月まで性能確認試験が実施されている。XF9 は F-15 イーグルに搭載されているプラットニー&ホイットニーの F100 エンジンと同クラスのサイズでアフターバーナー使用時の最大推力15トンを発揮することが確認されていて、この先は次期戦闘機エンジンのコンセプトであるハイパワースリムエンジンを実現すべくロールス・ロイス社と共に開発研究が進められることになったのである。防衛省では、次期戦闘機の導入機数については、F2 の保有機数と同じ90機を想定しているとして、F3 の退役が開始される2035年までに実戦配備を目指しているのであるが、一方のイギリスのテンペストも、また、2035年の実用化を目指していて、どちらも同じ開発スケジュールであることから、連携しての共同開発に都合が良いと考えられている。また、日本とイギリスの間には、これまでも、いくつか共同開発を実施してきた実績があり、2021年には、41億円の予算を投じて、次期戦闘機に搭載される予定の高機能レーダー技術の共同開発を開始するなどしている。また、共同開発によるメリットとして、大量生産とパーツの共有などによる製造コストダウンがあり、テンペストと次期戦闘機が同じエンジンを搭載することになれば、次期戦闘機だけなら90機しか製造されないものが、テンペスト加盟国の潜在的需要400機と合わせれば、相当のコストダウンを期待できるとされているのである。近年、中国空軍やロシア空軍では、第5世代戦闘機の保有機数が増強されており、航空自衛隊が導入を計画している F-35 ライトニング2が147機、通常離着陸型の A 型105機、垂直短距離離着陸型の B 型42機の全ての導入が完了する頃には、それをはるかに上回る機数を保有するとみられている。そのため、第5世代を上回る性能を持つ第6世代としての次期戦闘機の開発に、アメリカやイギリスの協力を得て急ぐ必要があるのだが、あくまで国内主導の姿勢を崩すことなく、開発を進めなければならない。将来、次期戦闘機のその次の開発を想定し、
国内企業の技術力を消化させておくためにも、F2 の開発の時のように、肝心な技術をブラックボックス化されないように留意する必要があろう。